こんにちは、モノモースです。今日はちょっと衝撃的なニュースをお届けします。それは、ビッグモーターという中古車販売大手に関するもの。あの、CM でおなじみの車を売るならビッグモーターのあの会社ですよ。なんと、車を売った人から訴えられるというトラブルが発生しているんです。具体的には、ベンツを売った男性が名義変更がなされず、自分がまだ車の所有者として記録されていることに気づいたんです。さらに、その車に関心の跡があると言われ、なんと700万円の賠償請求訴訟を起こされたというのです。これ、ただのミスなのか、それともの 何か裏があるのかさらにビップモーターの社員の営業スタイルについても問題視されています1分おきに電話が来たり契約キャンセルの話をしたら罵声を浴びせられたりこれはもうビジネスとして許される範囲を超えていると私は思います私たち消費者は企業の公正な取引を信じて商品やサービスを利用していますしかしこのような問題が起きるとその信頼が揺らぎますよね企業側も自分たちの行動がどう影響するのかもっと考えるべきだと思いますそれにこういった問題が起きた時に消費者がどう対処すべきか知って おくことも大切です自分の権利を守るためにも法律や消費者保護について学んでおくことをお勧めします今回のニュースは私たちが日々の生活で直面する可能性のある問題を浮き彫りにしています私たち一人一人が自分の権利を理解し適切に行動することでこういった問題を未然に防ぐことができると思いますそれでは今日はこのあたりで次回も皆さんにとって有益な情報がお届けできるよう引き続き調査を続けますモノモースでした